煙突から排出される煙。煙は、気体中に固体、または液体の微粒子が浮遊している状態。煙には有害な微粒子を含むことが多く意図して、作られるものではない場合が多い。塩害など人体への影響を考慮する場合は、微粒子群だけでなく、微粒子を含む気体も合わせて考慮する必要がある。火事での死亡事例の多くは、煙を吸い込み、 呼吸困難になるため発生する。煙を排出する設備が、排気管や煙突である。一方で、通信手段として利用されてきたほか、燻蒸燻練式の殺虫剤などにも利用されている。一般に煙は、機体中に微粒子群が浮遊している状態を言う。その多くは、熱分解反応や燃焼反応によって生成される。ただし、 土煙は燃焼ではなく埃や砂が巻き上げられることで発生する。霧も空気中に水の粒子が浮遊している状態であるが、粒子が大きく、生成過程も大きく異なるため、煙とは呼ばない。しかし、無質と捉えると煙と霧の区別は明確にしにくい。なお、煙の濃度には空間中の粒子の質量を表す質量塩濃度と光が、 どの程度遮られるか現行係数で計算する量、工学的濃度がある。煙は、科学的には、すすや常温で液体の物質が一度気化してから、冷たい空気に触れて凝結した、微粒子などである。煙の色や生成物は炎を出して燃える、発煙燃焼かいぶし焼き状態かで異なる。酸素が十分に供給される発煙燃焼の場合、 熱分解生成物中の可燃性物質はほとんど燃えてしまうが、木材のようにこれらを含む物体の多くは炭素数が青いため固体炭素を有利してすすを生じる。そのため火災時など発煙燃焼による煙は黒煙となる。一方、酸素が十分に供給されないいぶし焼き状態では1、酸化炭素等の熱分解物がそのまま放出される。 ため、有毒ガスの危険もさらに大きくなる。火災時など木材等のいぶし焼き状態が同時に発生している時は、木作域、北ある、水の粒子などが煙となって放出されるため煙の色は単色、または白色である。煙の粒子は沈降凝集、拡散する性質がある。煙の粒子の密度は空気密度よりも大きいため煙の粒子は 終端速度という一定の速度で全時沈降する。また、長く浮遊する、煙の粒子は、半径1メートル以下の粒子で、これらの特に小さい粒子は、ブラウン運動により互いに凝集し、半径 1m より大きくなると全時沈降する。煙の粒子には小さいほど、急速に拡散する性質もあり、壁などに付着する。工学的には、 光はその波長と同大かそれ以下の煙の粒子に当たると散乱する性質がある。光の散乱は透明物質の煙でも発生し、物体遮蔽能力は不透明液体粒子よりも透明液体粒子の方が大きい。発煙筒の使用例、エアレースでの使用例利用法としては、狩猟や殺虫のための煙、通信のための呪のし、また喫煙のための煙がある。 煙は人間生活に馴染み深いものであるため様々な比喩やことわざがある。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 消防手法第21号消防庁消防大学校消防研究センター2019年12月14日閲覧ありがとうございます。